はい、皆様こんにちは。セミナーズの清水です。さて、今回はアンソニー・ロビンス式朝起きたら元気になる3つの簡単な方法、その2つ目と3つ目を前回に引き続きお届けしたいと思います。このチャンネルは経営者、起業家向けのビジネスアイデア、ヒントなどね、皆様のご要望に応じて、情報発信してますので、ぜひチャンネル登録といいね、よかったら押していただければ嬉しいです。コメントもお待ちしております。早速2つ目、行ってみたいと思いますが、その前にですね、前回、お話したこの全体感としてのこのトライアドってすごく重要な概念をね、少し紹介してから2つ目3つ目に行きたいと思います。簡単にね、振り返りでお話しますと、人間のね、この状態作り、これステートって言うんですけどね、ステートマネジメントっていう表現もしますが、そのためには3つありますということでした。朝元気になるには、このステートを高めるために、まずフィジオロジー、体の使い方をマスターしよう。そしてフォーカス、どこに焦点を置くのか。今回はね、この2つ目のフォーカスの話もじっくりします。そして3つ目に言葉、ラングエッジですね。ラングエッジ。言葉の使い方、そしてどう意味付けをするのかってことが大事ですよって、こんなことをお話ししてきました。このフォーカスをどこに置くのかによって人間ってものすごく状態が変わっちゃうんですね。だから朝元気になる、今日も一日頑張るぞみたいなね、状態になっていくにはどこに焦点を置くのか。嫌なことに焦点を置いたら、怒りが湧くことに焦点が向いてしまったら、ステートが下がって朝元気にならないですよね。ですから、このフォーカスをどこに置くのかって、これね、とても大事なスキルなんです。もう一つが言葉の使い方。ポジティブな言葉を使う、元気になる言葉を使う。このあたりもね、前回お話しさせていただいた通りなんですけども、さあ今回はこの2つ目と3つ目見ていきたいと思います。このね、2つ目、焦点の置き方を変えてみるっていうことなんですけどもね、人間というのはですね、この焦点が向かっているところに感情が向かいやすいんです。例えば、昨日ね、何か失敗しちゃった、失敗したとかっていうことにね、意識が向くことによって、ああもうダメだな、俺ってまたなんでこんなことしちゃうんだろうって言って状態が下がるから、朝元気になりづらいですよね。さらには人間ってのはね、その焦点が向かってる方にどんどん行動が向かってきやすいものなんですね。アンソニー・ロビンスの言葉でこんな言葉があるんですね。壁を見るな、行きたい方向を見ろ。これね、有名な言葉なんですけど、ぜひ覚えておいてください。壁を見るな、行きたい方向を見よ。壁っていうのは何か、皆さんね、ちょっとイメージしていただきたいのが、何でも構わないんですけどもね、 F1 レースってありますね。 F1、 フォーミュラ1、ものすごいスピードでフィャーン、ビャーン、ワーンとかですね、車がカーブのところヒャンヒャーンってね、レースする、カーレース、 F1 レースってありますね。ああいったところでものすごいスピードで走っていると、まあ、たまにはスリップしてキキキキキキ、危ないみたいなね、シーンってありますよね。ものすごいスピードで走ってますから、車がスリップしたり衝突したりなんてことがある。そんな時にですね、このままスリップすると壁にぶつかってしまうっていう時に、壁を見たらアウトなんです。壁を見たらそこにブシャーンとクラッシュしてしまう、ぶつかってしまうということなんですね。ですから壁を見るなと、行きたい方向を見ろ。その行きたい方向を見ると、そっちに向かって車ってのはヒューンって体勢が直って進んでいけるものだってことなんですね。壁を見るな、行きたい方向を見ろ。こうすることによってですね、人間っていうのは経営をしているときに倒産のことばかり意識向けてると、このままだと倒産だ、倒産してしまう、どうしようっていうと、そっちにまっしぐらなんですよ。倒産に向かってしまうと。そうではなく、そもそもどうしたかったんですかって、このどこに焦点を置くのかっていうのがものすごい大事なんですね。壁を見るなと、ぶつかってしまうから、行きたい方向を見ろ。本来会社を経営するときにどこに向かいたかったのか。これコロナの時もそうなんですね。で、コロナになった時に、あ、どうしようどうしよう、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかって相談ものすごくたくさん私のところに来ましたけれども、コロナだからってことでコロナに焦点を向けた瞬間に人間ってのはネガティブになりやすいんです。そうではなく、これ前回もお話ししましたけども、質問によって焦点を変える。例えば、そもそも我々は経営においてどうしたかったんでしたっけと、
で質問を投げかけると、コロナだからどうこうというよりは、いや、そもそも食文化をね、よくして、美味しい料理を提供してお客様を笑顔にしたかったんだ、教師として受講生の人生を変えることをしたかったんだ、医療を通じて人の健康に貢献したかったんだ、コロナだからというよりは、あなたが本来目指すべき焦点に向かっていける、焦点の方を変えてみるって、これとても大事だってアンソニーがよく言うんですね。ですから今回ですね、朝起きた時に体の使い方については、ね、前回お話ししました。焦点の置き方として、多くの人がこのね、昨日の残念なこととか今日の苦痛みたいなことに意識を置いてしまうから、それはやめましょうよということなんです。あの時あんな失敗しちゃったとかね、部下がこんなことしやがってこの野郎とかね、あとはですね、今日の仕事の苦痛、ああもう今日もたくさんの仕事やんないといけない、もうメールもめっちゃ溜まってたとかね、そういうことに焦点を置いちゃうと辛くなるんです。朝元気になりづらいんです。前回やりましたね、このガッツポーズだとか胸を開くだとか、手をね上げていい状態を作るって、体の状態を整えたら、今回はですね、そのいい状態で昨日の感謝に目を向けていただきたいってことなんですよ。このね、焦点の置き方を変えるには適切な質問をするってことなんです。昨日こんなに辛かった、ああ俺はなんでダメなんだろうっていうような質問を自分に投げかけると、昨日の嫌なことに目が向いちゃう、ネガティブなことに向いちゃうんですけど、そうではないと。例えばこんな質問、昨日私は何に感謝できるだろうか、あのお昼食べた時のおばちゃんすごいいいサービスしてくれたなとか、あ部下がちゃんと期限守って書類出してくれたな、ありがとうねとか、ほんの些細なことでも構わないんです。この昨日の感謝に焦点を合わせる、もうこれだけで今日一日がね、素晴らしいものになるんですね。さらにはそうやっていい感じになった状態で今日の目標なんですよ。これネガティブな状態で今日の目標とか考えると辛くなるので、ワクワクして、あ今日もこんなことやっちゃったらお客さん喜ぶんじゃないかな、今日もこんなことできちゃったら、いやすっげえ仕事片付くな、この達成感に向けて今日の目標、ワクワクしながら今日の目標を考えると、よっしゃやってみようと。でこれがね、体の状態が前回やったこのガッツポーズとかね、いい状態になってないとネガティブに行きやすいので、これが要注意ですね。だから順番必要なんですよ。体の使い方を変える、そして焦点の置き方を変えてみる、そして最後言葉の使い方を変えてみるってことなんですね。この言葉の使い方を変えるだけで相当大きな変化があるはずです。例えばね、先ほど言ったような焦点の合わせ方ともこれ連動していることなんですけれども、ああ今日も辛いなみたいな言葉を自分で言うことによって、自分でその状態を強化しちゃう。人間にとってこの言葉ってのは感情の増幅器なので、ああ今日もまたあんなに大変な仕事が待ってるっていう言葉を使うことによって、その気持ちを増幅させるように使ってるんですね。あの野郎許せんみたいなことを言うことによって、その許せない気持ちを人間っていうのは増幅させちゃうんですよ。であればポジティブな状態を増幅させるような、例えば今日も素敵な一日だ、今日も一日が明けてありがとう、感謝している、嬉しいなとかって、あえて言葉を、あえて苦しいかもしれないけど言葉を使ってみるというのが大事なんですね。ですが人間ね、たまにはネガティブなことになってしまう、ネガティブな状態になってしまうこともあるので、そんな時のためにですね、この焦句を決めておくってことなんです。元気になれるような言葉を決めておいて、今日も一日頑張るぞとかね、今日も一日最高だとかね、言葉を決めとくだけでいいんです。ネガティブな状態に思わず口ずさんでしまう前に、焦句を決めてそれを唱える、もう自分なりのポジティブになる言葉を決めておく。で、日本だとですね、こういった自己啓発な的なことだったりだとか、自分の状態を高める、心と体の状態を良くするってことに関して、中村天風さんという方がね、まあ、まさにアンソニー・ロビンスの日本人版みたいな方なんです、中村天風さんね。中村天風さんが彼の本の中、例えば運命を開くなんて本の中にはこのね、いい焦句がいっぱい紹介されています。ですからそういった本、別に中村天風さんだけでなくてもいいんですよ。アメリカにおいてはブライアン・トレイシーさんみたいな方がね、このアファーメーションとかって言って、このいろんないい焦句を紹介してくれたりしていますから、
自分の中で良いと思うもの、自分があこれしっくりくるなって思うもので構いませんので、今日も一日頑張るぞとかね、今日も一日最高だみたいなものでも構いません。勝句を唱える、決めて毎日言葉にしてみる、朝の状態も一気に変わります。元気に過ごせることができる、そのヒントがお届けできればということでお話しさせていただきました。こちらのチャンネルではこういった経営者、企業家、ビジネスに携わる皆様に価値ある情報、知識値を届けております。よかったなと思ったらチャンネル登録やいいね、そしてコメントなどもお待ちしております。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。